本日はあの本当に長時間ありがとうございました。えっと今日は会場に90人、えー、ウェブ参加で177人267人の,あの埼玉県の皆さんが参加してくださいました。えっと参加したお一人お一人がどんな思いで。 あの今日聞いていただいたんだろうということをあのすごく思いますあの今日吉野さんがあのずっと反応で温めていたことがこの老協法と出会ったことでこれだと思ったってあの言われてましたなんかこの,あの労働者共同組合法共同労働と出会うことで一歩を踏み出す それ,それまで温めてきた思いをあの本当に実らせるあのそういうきっかけにあの今日の,あの説明会がなれば嬉しいなってすごく思っています。それであのお手元にアンケートがあるんですが是非書いていただいてあの本当にお一人お一人の思いを直接受け止めたいなって。 感想の中にぜひ参加された動機や温めている思いも書いていただけるとこれからに生かしていけるって思いますのでよろしくお願いいたします。あと資料の中に10月から始まる4県駅別の実践セミナーっていうチラシが入っています。 で、今日はあの大高先生や仲間の皆さんからまあ、理想の働き方だったけど、本当にあの大変で苦労もあって、失敗もあってそれを乗り越える喜びみたいなことがあの語られました。ま是、あ、非4つの埼玉県地域を分けて、もうちょっと身近な地域でその地域の実践のありのままを。 聞いていただいて参加された方の思いも今度はたっぷりあのお話しいただいてこうお互いがつながり合うようなあのセミナーにあの今日の日をつ,づつなげていきたいと思いますのであのどうぞよろしくお願いいたします。えっと今日,今日までですねあ,のあと1ヶ月で法志向っていうことになります。それでこの 1>, 1年半かけてたくさんの,あの期待の声にあの出会ってきましたとコロナの中で子ども食堂や居場所をやってきたけどやればやるほどキリがなくてこの活動を本業にしたい地域づくりを仕事にできないかっていう相談今ケアの現場で働いてるけどもう本当に制度も変わって利用者の側に立てなくて 経営の効率のために意に反する働き方をしなくてはいけない、本当に利用者や地域の側に立って支える、支えられるが分かれるんじゃなくて、まあ、共にっていう本物のケアを目指したいっていう方たち、農業やものづくりや商売や継ぐあのことが血縁ではできないけど別な形であの継いでいくことができないだろうか。 コロナの中で失業して本当に困窮に陥って次働く時にはやっぱり人の役に立ちたいしそういう悩みを聞けるような場所を作りたいなんかそういう一人一人の思いってまあ今の社会の生きづらくて困難だらけで悩みだらけでこどこにそこを向けてったらいいのかこの分からない状態だとそれが諦めに変わり 絶望に変わり誰かに委ねてしまうみたいなこう生き方に変わっていくなんかこのとっても貴重な思いをですね一人では形にできなくても仲間を見いだして力を合わせれば実らせていけるっていうのがこの共同労働の働き方だと思ってます。えっと、第1条が あの全部が凝縮されている条文にあのなってるっていう話がありました。でこの労働者って今までの法律上は雇われる雇用従属労働者だった、まあ、それが共同組合を作って組合員になることによって労働者が自分たちの労働に主権が持てる自己決定ができる。 ししかも仲間と共同して働くこの働き方があるからこそ誰もが働ける多様な就労の場が作れるどんな人も効率からではなくその人の力から出発すれば働く場って作り出せるんだ地域の需要に応える事業の創造本当にないなら作っちゃえ 一人の困ったをみんなのよかったにそういう自分たちの暮らしや地域を充実するために仕事を作り出せるそして誰もが本当に生き生きとその命を生かせるような持続可能な地域社会ってやっぱり自分たちの手で。 足元から作り出せるんだ、まあ、それを思いっきりやっていいんだよっていうことを背中を押してくれているのがあのこの老境法であり第一条なんだっていうふうに思いますあのぜひこの働き方はギフォカ精神あふれる人たちもあの使うけども本当に普通のいっぱい暮らしの中で 困難や悩みにぶつかっている。普通の人と一人一人が立ち上がれる。やれる。補い合って作り出せる。そういう働き方だっていうふうに思います。ぜひハードル高く思わないで、本当にあの、誰もができる。まあ、しかも今、つら。困難にある人ほど。 必要としている働き方だっていうふうに受け止めていただけたらと思います。えっと、お手元の資料の中に、ワーカーズ被災地に立つっていう、あの映画の上映会のあのチラシが入ってます。なかなか話を聞いても、あのイメージできないけど、この被災地に共同労働を届けて。 一番困難な状況にある人たちが立ち上がっていく様を映し出したドキュメンタリー映画です。本当に弱さも失敗も全部映ってますので、あのぜひご覧いただければと思います。えっともう一つ先ほど共同労働推進ネットワークの呼びかけがありました。あの誰でもできるとはいいながらも、やっぱり本当にいっぱい困難もあって でやっぱり学び合って情報交換し合って支え合って進むことがとっても大事だと思って埼玉のネットワークを立ち上げましたあの本当にどうやったらできるんだろう運営どうしたらいいんだろう事業ってどうやったら継続できるんだろう定款はどうしたらいいんだろうなんかそんな思いもいっぱいここに持ち込んでいただいてお互いにあの学びながらあの進んでいけたらと思います。 思っているところです。あの今日これ終わった後に個別相談会のブースと同時にですね。 なんかせっかく足を運んでいただいてなんか一言ずつでも自己紹介したり思いを聞き合うようなちょっと交流のスペースも四つのブロックに分けて持、えー、っています二三十分で終わりますのでもしあのお時間を許せばご参加いただけたらあの嬉しいなというふうに思っていますあの今日きっかけにあのぜひつながっていきたい まあ、そして今日270人の皆さんが聞いていただいて。 この人にこの働き方を届けたいな、まあ、そんなふうに、本当に足元の地域からじわ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 とこの働き方が広がり、なんか埼玉が元気になっていく希望の力になることをあの本当に祈ってますし、そのことをお願いしてまとめとしたいと思います。今日は本当にありがとうございました